アイテム番号、SCP-166。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-166 は最小限の警備環境しか必要としません。年、月、日現在、SCP-166 はサイト、17に住居として用意された標準的なクラス B の居室に住んでいます。居室は以下の点が標準と異なります。隣接する部屋は監視所として改装されています。外側の玄関から保護部屋への視線を遮るため、保護部屋に続く通路及び隣接するエリア全域に、遮蔽となる半透明のアクリル板が設置されています。エリア全域に対して、すべての男性職員の立ち入りを禁じる警告標識が設置されています。SCP-166 が個人的に必要とする物品や保護部屋の改装などは、妥当なものであればレベル4以上の職員の許可を得て支給、実施してください。これまでに SCP-166 がリクエストしたものは以下の通りです。プエ、ランス聖書シャロナー改訂版、許可。カソリックのロザリオ、許可。カソリックの司祭による国会、ミサ、その他の秘籍への参加権、却下。様々な本や雑誌。多くは本質的に信仰に関わるもの、内容を吟味した後、許可。イングランド、コーンウォール修道院、電話番号。の院長に対する電話連絡、許可。SCP-166 には1週間に1時間だけ。この番号にのみかけることを許可する。SCP-166 は基本的に、宗教的な物品や本、テレビや美術品などによって娯楽が得られている限りにおいて、住居から外に出ることはありません。保護に対して協力的な態度の見返りとして、SCP-166 は月に一度だけ12時間の間、サイト、17に隣接する無人島への外出が許可されます。こうした場合には限定的解放に関する手続き19A に従い、これに加えて移送の際には、男性職員による SCP-166 の半径500メートル以内への接近。および彼女が滞在中之島への侵入が行われないよう徹底してください。非常に薄い衣類であっても、45分以上にわたって着用し続けると SCP-166 の皮膚は炎症を引き起こします。このため、SCP-166 は医学上の理由から、裸でいることが許可されています。衣類やベッドリネンは朝鮮衣の木綿製のものを使用し、週に一度交換してください。男性職員が SCP-166 を見たり接近したりすることは禁止されます。これに違反すれば懲戒審査の対象となり、場合によっては収容されます。少なくとも1名の女性スタッフが隣接する監視部屋に常時待機し、鋭回路のテレビカメラか目視による直接監視を行う必要があります。想定外の露出が起こるリスクを最小限にするため、すべてのカメラと窓は最低でも 50% の透過率を持った、細部がぼやけるような半透明のフィルムを貼らなければなりません。SCP-166 が写っているすべての証拠写真は記録として保管されず、一定期間後に破棄されます。SCP-166 は、1週間ごとに一度人間の精液 1cc を経口摂取することを除いて、いかなる栄養補給も必要としません。このために付近の精子バンクから精液が供給されます。精液の現地調達は緊急時を除いて許可されません。SCP-166 はそれ以外のいかなる栄養物も必要としないものの、通常の人間の食物を摂取することは可能であり、実際摂取しています。SCP-166 は多くの医学的問題を抱えているため、少なくとも週に一度は検診を受ける必要があります。説明。SCP-166 は標準的な身長とスレンダーな体格を持った、10代後半の人間の女性のように見えます。医学的及び生理学的解析によって、一般的な人間と比べると髪の毛の成長が早く、およそ1ヶ月あたり20センチメートル。タバコの煙やエアロゾルといった大気中の粒子に対するアレルギー、急性の喘息発作に似た症状あり、お持ち、皮膚が圧迫などに極めて弱く、食事の要件が異なっているなどといった相違点が明らかになっています。SCP-166 の特筆すべき点は男性に対する特異な影響力にあります。SCP-166 を視界に入れた男性は、100% 例外なく即座に SCP-166 に対する性的な欲求を示します。通常の性的指向は一切関係ありません。およそ 70% の被験者については、SCP-166 がいなくなると衝動も消え失せます。
しかし残りの 30% の被験者については脅迫観念に取り憑かれ、SCP-166 に接近するため暴力的な行為に訴えようとします。こうした被験者の 43% はクラス A の記憶消去が有効でしたが、残りは収容が必要となりました。SCP-166 の男性に対する影響力は本人に少なからぬストレスを与えます。決して低層、製品、服従の原則に基づく禁欲生活を送りたいという本人の願いだけがストレスの原因ではありません。このため、男性と SCP-166 が接触することは厳しく制限されます。ホイ 166A、発見時の状況。SCP-166 はもともとイングランドのコーンウォールにある修道院で発見されました。修道女たちによれば、SCP-166 は、彼女のことを、強力な力を持つ古き者の、子だと主張する、これといって特徴のない人物、によって修道院にもたらされ、その際世話の仕方について指示を受けたそうです。SCP-166 の母親を発見しようとする試みは、今日に至るまで一つも実りを結んでいません。SCP-166 は修道女たちによって修道院から出ることなく育てられましたが、それもある時若い男、以下、大将 A、が修道女の一人の元を訪れるため、修道院に忍び込んで偶然 SCP-166 を目にしてしまうまでのことでした。3日後、大将 A は狂乱して修道院を襲撃、SCP-166 に接触しようとしました。大将 A は修道女一人を殺害し、3人をひどく負傷させた後、部隊によって無力化されました。他の要件で現地の司祭と相談していた財団の工作員が事件を聞きつけ、現場へと向かいました。SCP-166 の影響力に囚われそうになった工作員は直ちに SCP-166 との接触を断ち、自らを隔離して本部へ女性工作員の派遣を要求、発見任務を引き継がせました。エージェント、ベアトリス、マドックスは修道院長と対談し、SCP-166 を財団の施設へ移送して保護及び研究に充てられるよう交渉しました。ホイ 166E、年、月、日、SCP-166 の居室に置かれていた手紙、出所は不明。愛する、え。私が初めてお前の母に会ったのは彼女が子供だった頃だ。彼女は軽やかに歩み、瞳は星のように輝いていた。彼女は美しく、天真爛漫で、そして私は彼女をこの手で殺した。エデンは場所の名前ではない。エデンとは存在のありようのことだ。彼らは私たちをエデンへ連れ戻そうとしている。私は彼らを止めた。私は楽園を彼らから瞬く間に奪い去った。あの日のことを後悔したことはないが、ただ一つだけは気がかりだった。お前があの日初めて私に会った時、実の父が実の母の頭に弾丸を打ち込んでいるところを見せてしまったことだ。私は決して言い訳などしない。ただ説明するだけだ。お前が私のしたことを理解してくれることを願っている。こんな私をどうか許してほしい。私はお前を愛している。もっと親としてしてやれることがあればよかったのに。私にできたのは、お前を優しくて愛に満ちた人々の元へと送り、お前を私の場所で育ててもらうことだけだった。私が見てきた限りでは、彼女らはうまくやってくれた。彼女たちと一緒にいられなかったことについてはすまないと思っている。財団がお前たちをここに連れてきたことも残念でならない。お前がここに滞在する間、幸せでいられるように最大限の努力をする。約束だ。誰もお前に危害を加えさせなどしない。16歳の誕生日おめでとう、我が愛しの娘。お前の父、